はい、こんにちは、ジョーマです。今回は初めの一歩ファイティングソウル動画撮ろうと思います。ということで、やっていこうと思うんですが、まあ、いくつかね、無料で引けるガチャがあるので、今回はですね、それら引いていきたいかなと、思います。ということで、やっていきましょう。まずは合剣破砕ガチャ、そしてファイソルの火ガチャ、これらが、21日23時59分まで、無料分来てますよと。あともう一つが、こちらですね、点検ガチャ新装備、登場記念で、23時59分、までね、1回無料で引けますよということで、今回はねこの3つを引いていこうかなと思います。まあとりあえず点検からいこうか。いきましょう。いけ。さあどうよ。まあ、点検に関してはたまにはなんか出るかもなぐらいの感じで、見てますが、お、でも紫のグローブが2つあるね。で、伊達さんのハートブレイクも貫突に近づくか。おっと、あ、リカルドの専用装備でかい。これね、ずっと持ってなかったから、一応今スタメンにリカルドいるんだけど、装備がねできてなかったので、これは結構戦力アップになりそうですね。はい、じゃあ続いて、まあ、ファイソルの火ガチャから引こうか。ファイソルの火ガチャで、あー、これ結構悩ましいね。新しい宮田くんかリカルドを重ねるかっていうね。新しい宮田くんの方にしようか。でも、行きましょう。いけ。さあこっちはどうよ。お、でもちょっと待って、黒い、赤黒いベルトが一つあるね。あそこで何か出るか。宮田来るか。あー来ない。まあ、花火猫田さんか。お、そして豪傑の記憶初ゲット。これは何だろう。豪傑の記憶、記憶装備、え、これ主人公装備。ちょっと後で確認しましょう。はい、じゃあ続いて、合剣破砕引きましょう。これに関しては無料分は、合コン 1% あるね。でさらに大当たりの 1% 枠で、まあ、最新の、サポートとかね、レッツコンとか合コン、ゲットできるやつがあるよということなんで、まあ、そこをちょっと引き当てたいなということで、ね、引いていきましょう。いきます。さあ頼む。まあでも 5% でね、最後の枠大当たりが来るはずなんで、まあそろそろサマーナイトガチャと同じ感じだもんね。あ、最後外してる。ただ板垣出たのはでかいね。板垣出たのはでかい。さあそして装備ラッシュ、なるほどねと。お、持ってないやつが出る。月天の成功。おー、まあでも星10か、星11ではないんだね。聖魂装備だけど、これ装備できるのは属性であれだよね、きっと。何属性用の装備なんだろう。はい、ということで、じゃあちょっと見ていきますか。まず装備変更で、あの記憶装備っていうのは、どこに入るのか違うかあれ、ちょっと待って、あれ主人公装備なのかどうかだな、まず。ほい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 、まあまあまあ、ちょっと持ってないやつだったからね。それとも剣玉用の装備なのか。まずリカルドの専用装備つけましょう。これでリカルドが、お、335.2 上上がりましたね。2919まで育つ。で月天のなんちゃらは誰に装備できるんだろう。ここじゃないね。あれか、有機属性の専用装備って感じかな。ってなると、うん、まあバイソンで、あれバイソンって属性なんだっけ、有機じゃないんだっけ月天は、ちょっとバイソン、あ、無属性か、無属性専用装備か。はあ、なるほどね。ちなみに、あのもう一つなんか装備拾ったと思うんですが、あれは、あ、これだ。豪傑の記憶はさ、何装備、
あ、記憶ってなんかあったな。あ、ここかな。ちょっと待って、あ、ここだ。ちょっと装備変えましょう。リカルドにじゃあ豪傑の記憶1装備させますか。あ、これめっちゃ強くなるんじゃない。あ、そうでもないね。 21.6 助か。専用装備よりは上げ幅、控えめだったかなという感じですが、まあ、リカルド短期でね1527助だから、ね、うちのチーム総合力、総合戦力3000、今多分言ったと思うんですが、半分ぐらいリカルドですね。でリカルドが装備してたやつを代わりに、船頭の方に付け替えましょうか。これじゃない、ちょっと待って、リカルドが装備してた、歴戦の記憶星6を、船頭の方に変えてみる。で船頭が何も装備してないところは、あ、そういう感じか、そういうことね。はい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 、 OK。 結構装備で、総合力底上げできましたね。でさらにくっつけられるやつは一括でくっつけていきましょう。 OK。であとは軽く手動で装備で、ね、くっつけられるやつくっつけましょう。まず花火猫だが2突進むのかなりでかいような気がする。あ、やっぱりね、253助も上がる。3300助まで総合力アップしましたね。さらにレイコもくっつけられる。 OK。 あとは高村兄引いてたな。高村優がプラ14。お、まだあれか、高村優結構上がるんだな。とすると五条も上がったね。で板垣菜々子も一体ゲットしていましたが、こちらはくっつけても突進まないよと。あ、もう一息だね。あとは高村姉も引いてたよなと思ったけど、プラ16になりますね。オッケーオッケー。ハロウィン高村姉、ハロウィンまた今年も来るからね。何か別の女性キャラで、ハロウィン誰々が来そうな気がするなと思ってるんだけど、どうだろうね。であとはハートブレイクの伊達さんがもう少しで貫突だよって言ってたけど、まあそうね、丸々3枚必要だったんだよね。オッケー。むしろミックスアップか。ミックスアップ一歩先導がこれ貫突寸前だった気がするので、 OK。 これ80になったんで、確かこの世代のサポカはね80で貫突だったはずですね。うん、消えたね。OKOK。 であとは、星6は、まあ、今回は、特にないってことは一括合成でくっつけられるやつがほとんどだったって感じかな。なるほど。でさらにちょっと待って、絆ですね。絆をちょっとチェックしてみましょう。まず対リカルドが進む。これはリカルドの凸が進んだことでって感じだね。でスパーリングパートナーボリューム2ということで、マシバと、板垣で組み合わさって絆が発動してますね。まあ、今回はこの2つぐらいか。なるほどね。ほい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 。まあ今いろいろね来てるみたいですが。まあちょっとずつね育てていきましょうと。これ、今日の分受け取ってなかったのかな。はい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 。はい、ということで、まあ、今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。